皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、ちょっと無限大な可能性を秘めている新コラボについて話していこうと思います。はい、ということで今日話すのは昨日発表されたデジモンなんですね。今日この後ね、コラボ詳細も発表されるということで、すごい楽しみでね。まあ、多分今高レアキャラばっか発表されてるんで、あとは低レアキャラクターが発表されて終わりって感じになると思うんですけどもね。今日はそんなデジモンコラボの新キャラがちょっとヤバすぎてヤバい件について話していければなと思います。はい、まずちょっと本当にバケモンだなと思うキャラが何体かいまして、まあ特にですね、昨日発表されたキャラにバケモンが多かったんで、まあ話していこうと思います。まず1体目、当然ながらオメガモンです。こいつはもう先にネタバレしますけど、環境最強1位確定です。絶対に環境最強1位になります。ジノじゃもう正直太刀打ちできないレベルのぶっ壊れキャラクターですね。はい、マジのインフレっす、こいつは。何から話せばいいんだろうか。まあ、もしかしたらこいつをパッと見で弱いと思う人がいるかもしれないんで、そういう人でも分かりやすいようにね、丁寧に話していきますが、バインドスキブ封印熟成浮遊10強烈2ウェイプラスボイスに、まあ、V 破壊とか超覚醒持ってくれてますと。まあで、まあ、熟成がまずあるんですよ。なんで、バトル中以降で捨て爆盛りできるのと、浮遊10強烈で枯れ駒出して 2way プラスもありますと。まあ、無難に強いっすよね。で、進化スキルなんですけど、まあ、終わりなんすよね。まあ、まず三属性持ちなんですよね。三属性持ちで、2ターン上限200億解放、ダメージ無効貫通、ダメージ吸収無効、シールド破壊、スキル進化が、なんと5ターンで使えます。意味わからん、普通に。やってることやばすぎんか？なんで5ターンで2ターン上限200億無効貫通、ダメージ吸収無効、シールド破壊できるんですか？意味わからん。普通に意味がわかんないですね、これマジで。っていうので、まあ、まずもうスキルが強すぎるのと、最終段階になっても1ターン自分の攻撃4倍、上限400億解放、ロック解除し、盤面を火、水、光、火薬に変化、シールド破壊が1ターンで使えます。はい。書いてること強すぎるんだよな。まあ、ループさせようと思ったら3体ぐらい入れる必要があるんで、結構ね、枠カツカツになっちゃいますけど、まあ、単純にやっぱ200億解放、無効貫、ダメージ吸収無効、シールド破壊が5ターンで使えるのはおかしいっすね。で、当然ながら最終段階も意味不明で、自分の攻撃4倍、上限400億解放、ロック解除の食事にシールド破壊ってこれやっちゃダメですよ、普通にこんな。上限400億回、本当にやっちゃダメなことしてるんですよね、こいつマジで。やばいんですよね。例えば3体ループで使うじゃないですか。そうなると、毎ターンですよ。無効貫通、吸収無効、シールド破壊、スキル進化。そして、その後もシールド破壊、ロック解除の食人がループしてくれて、しかも上限200億解放と400億解放で3体でループできるんですよね。火力意味わかんなくないですか？マジで。で、まあ、サブに生成枠とか入れてあげたら、もうそれだけで無限に火力出せるっていうのも強いですし、なおかつ非変身ですからね、アシストも自由ですよ。低いです、マジで。で、この覚醒とスキルだけでも強いんですけど、本当にリーダースキルが一番やばくて、実はこれ火水光4こけし1個につき攻撃力が4倍1コンボ加算、火水光同時攻撃でダメージを 81% 軽減、固定一戦マダメージを持ってくれてます。まず5ターンスキルの進化スキルキャラなんで、76リーダーチェンジ楽勝でできますよね。うん、なんならもはやスキルターン短いみたいなもんなんで、最近の変身キャラって39ターン変身とかなんで結構重いじゃないですか。それに対してオメガモンって全然ね、リダチェンもしやすいですし、何よりこれ本当にやばくて、非変身のくせに 81% 軽減まずありますと、固定1000万できますと、さらにウェイ組んでいくだけで攻撃4倍1コンボ加算の青天井ですよ。これ何がやばいって、3ウェイ組むだけで64倍、4ウェイ組んだら256倍、もしルーレットとか合わせてあげて5ウェイ、6ウェイ、7ウェイって組んでいけるんですけど、まあ7ウェイなんて組んだ暁には4の7乗なんで、なんか片側で1万6000倍とか出るんですよね。だからもう普通になんか終わってるんすよね。まあ、なんでまずオメガモンで絶対にインフレしますし、こいつが正直今回のデジモンで一番やばいです、間違いなく。なんなら星級なんでワンチャン交換できる可能性もあるんで、まあ、間違いなくこいつが一番のぶっ壊れですね。最強です、これ本当に。強すぎるので、このキャラクターは。マジで。うん。もうなんかだから本当に終わりのキャラって感じっすよね、オメガモンは。これマジで環境1で確定してて、なんでこんなぶっ壊れが出たかが理解ができないです。っていうぶっ壊れチート最強キャラクターがオメガモン。で、オメガモンが確かに一番やばいんですが、
実は隠れてもっとやばいキャラ、まあ、もっとやばいっていうか同じぐらいやばいキャラがいて、これ八神太一&悪モンですね。実はこれめっちゃやばくて、39ターンの2ターンダメージ無効変身なんですけど、変身後バインド封印指浮遊10強烈 2way プラス熟成ボイスに熟成持ってます。まずこいつのやばいところはダブル熟成ですね。これ普通に意味わかんないですね。ダブル熟成ってまだオロチにしか許されてなかったんですよ、試練オロチにしか。なんだけどこの八神太一普通に熟成2個ついたんで、だから HP が5万とか、攻撃もだからまあ2万5000とかいくんですよね。やばくないですか。回避力も1600とかいきますからね。これ全パラ4倍になるんですよ、バトル中以降で。でさらに強いのがスキルで、1ターン自分の攻撃力2倍、上限300億解放、シールド破壊6解除、火光回復急行生成が4ターンって感じになってます。こいつのやばいところはもう本当にミリムみたいな感じなんですけど、もはや正直ミリムの上位互換的なノリなんですよね。これやっぱ300億ってマジでおかしくて、そうみんなに伝わってほしいんだけど、300億ってやばいんですよ本当に。例えば地の編成あるじゃないですか。地の編成って普通の地の編成の基本的な火力って900億ぐらいなんですよ、地のって。でまあめちゃくちゃ火力持った地の編成が1400億とか、まあ、1300億くらいかな、1300億くらいなんですけど、そのうちの900億を八神太一はたった一人で出せるんですよ。つまり他にも火力出せるキャラが入るんで、余裕で1000億以上の火力出していけると。その上でシールド破壊6解除生成4ターンなんで、まあ、もはやこれ4体ループでも使えると思いますし、まあ、バケモンですよね。でリーダースキルも HP 回復 1.8 倍、火光同時攻撃で攻撃力が52倍、 65% 軽減、3コンボ加算、固定の700万と、本当にやばいのが来ましたよ。間違いなく最強リーダーランキング上位に入ってくると思いますし、そういうぶっ壊れてる性能してるのがこの八神太一ですね。なんでこの太一と、まあ、あとはオメガモンの2人だけでも環境トップ10余裕でか、てか環境トップ5ですね、余裕で入ってくるんで、マジで強いし、で忘れちゃダメなのが石田大和&ガブモン。これも39ターンのね、あの変身でめちゃくちゃターン数重いんで、実用性があるかは微妙として、でもバインド封印水列3つ冬7強6個熟成ボイス熟成っていう熟成ダブル持ちで7強6個増えて火力も出せて、スキルが2ターン3コンボ加算、自分の上限125億解放、無効貫通、6解除自ら行く12ず生成が4ターンです。意味が分かりませんね。上限解放のあれは低いですけども、単純に熟成2個あってこのスキルって視点で強いですし、リーダースキルも HP1.3 倍に水焦げしてダメージ激減、攻撃力52倍、3項目加算、固定1000万持ちです。まあリーダースキルもぶっ壊れ、何よりやばいのが熟成2個持ってるんで、もう本当になんか終わってるなって感じですね。まあだから今回のデジモンコラボでマジで上限解放の値はぶっ壊れたなという感じです、本当に。ただその中でもオメガモンと八神太一&アグモンはマジで環境トップ確定の性能してるんで、まあジノじゃ耐えれないんじゃないですかね、もうこれは。まあもちろんジノとは違ってね、オメガモンとかって自己完結できないキャラなんで、サブの強さとかにも依存するキャラなんですけどね。まあ一応太一も依存するっちゃするんでね、なんですけども、ただ結局ねサブに関しても、まあ、昨日発表されたジョー&ズノーモンとかもいますからね、結局全然運用できちゃうんで、オメガモンとかもね。まあマジで環境ぶっ壊れましたよね。まあだから本当にデジモンコラボはマジで露骨に環境ぶっ壊してきたなっていう感じです。まあただ正直オーバースペックすぎますね。あの新協調ってスクナで周回できちゃってる時点で、そんなオーバースペックなキャラいらないんですよ。最強リーダーランキングの1位って今の環境って絶対ジノなんですね。スクナとか、まあ、五条とかもすごい強いんですけど、ジノ超えることはないんですよ。そのぐらいスクナとか五条って別にあいつらは新協調の適性が高いだけでジノ超えてないんで、最強リーダーとしてはまあまあまあぼちぼちぐらいなんですね。2位3位トップ10は楽勝で入るんですけど、1位ではないよねぐらいの評価なんですけども、このオメガモンとか、まあ八神太一とかっていうのは余裕でジノ超えるぐらいの最強リーダー性能をしてるんですよ。ただここでもう一回話しますけど、現状ジノ使う意味ないんすよ。簡単だから、スクナとか五条で破壊できるから、まあ、ちょっと五条はベクトル違いますけど、スクナで破壊できるからジノ使う意味って今あまりなくて、まあ、そう考えると八神太一とオメガモンも現時点では別にそこまで活躍の場は広がらないかなとは思うんすけど、
ただまあ多分もう新翼町がすぐ来ると思うんですよね。ちょっと今新境地あまりにも簡単に破壊されたから運営も焦ってると思うんで、それなりの高難易度が次実装されると思うんですけど、まあそこで実装された時に、あ、もうオメガモンゲーだねっていう風になると思います。まあそういう感じのキャラですね。間違いなく現環境においてはオーバースペックすぎるので、そんなめちゃくちゃ簡単にね使いこなせるキャラではないと思うんですが、テンプレ組めたらもう終わるキャラだと思ってます。もうそのぐらいもうみんなに分かっておいてほしいのが、このデジモン新キャラでパズドラは確実にインフレしました。これからパズドラは大火力時代に突入すると思います。ということで今日はデジモンの昨日のキャラをねおさらいする動画でした。チャンネル登録高評価お願いします。やばいと思った人はちょっと高評価押してみてください。みんなの高評価の数で判断しようぜ。じゃあご視聴ありがとうございました。バイバイ。